どうも、高井です。睡眠最適解。学習を促進させ、記憶力向上。勉強というと、一番時間を多く取るっていうイメージがあるのは、試験勉強なんですけど、徹夜漬けにして、より多く時間を取ろうって考えですね。それをやっちゃうと、睡眠時間がおろそかになっちゃいます。で、睡眠時間がおろそかになると、記憶力落ちちゃいますよね。睡眠について内容をこちらにまとめ上げました。結構簡潔にまとめましたが、それでも15分以上経っちゃうでしょう。引き続きご視聴ください。よかったらグッドボタン押してね。なぜ眠るのか、眠らないとどうなる？睡眠不足になると、不機嫌、幻覚、妄想、記憶力の低下、集中力の不足、決断力の欠如につながる可能性がある。眠っている時の脳の活動。眠りについたばかりは、序破睡眠が長くて、レム睡眠が短いが、夜の不機嫌について、序破睡眠が短く、レム睡眠が長くなっていく。90分の睡眠サイクルの最初の何回かでは、レム睡眠があるとしてもとても短く、最後の何回かのサイクルでは、序破睡眠がとても短く、レム睡眠が大半を占めるようになる。記憶に与える影響。わかりやすい指タイピングの課題を例にとってみよう。被験者は1分間にできるだけ多く、決められた順序でボタンを押さなければならない。1本の指に1個のボタンを対応させ、4、1、3、2、4という、一連の操作を繰り返す必要がある。被験者は日中にこれを練習するとどんどん速く押せるようになっていき、やがて速さあるところで一定になる。一日中目を覚ましたままで12時間後に再びテストをすると成績あまり変わらなかったが、その12時間に夜の睡眠が増えた場合は、ほとんどの人が大幅に速くなり、1分間に一連のボタンを押す回数が最大 20% 増えた。睡眠は脳にとってどれほど大切か。睡眠不足の脳はいろいろな点でアルコールの影響を受けた脳に似た反応を示す。目と手の強調が必要な作業では、覚醒している時間1時間経つごとに、血中アルコール濃度が 0.04% 増えるのと同じだけの遅れが生じる。5時間ずっと目を覚ましていれば、脳が仕事をする成果の点では、大体アルコール飲料を平均的な1杯飲むのと同じことになる。脳の懲罰系と報酬系のアンバランス。十分な睡眠を取らなかった人は、独創的なアイデアを思いつく回数が減り、古い戦略が効果的でなくなっている可能性があっても、それに固執する傾向がある。だから意外にも IQ テストや批判的思考のような論理的推論を必要とする高水準な過程になると、丸々2晩にわたって徹夜した後でさえ、ほとんどいつも通りの成果が上がるのだ。睡眠の乱れによって水平思考の力と柔軟性が失われると、人は変則的な決断をするようになる。睡眠不足になると人は危険を犯す傾向が強くなる。さらに睡眠不足は道徳的判断も眠らせ、反応を遅れる上に、いつもの状況での自分の道徳的態度を外れた選択をする可能性の率が高くなる。コーヒーを飲めば注意力と慎重さは増すかもしれないが、知的及び道徳的判断に影響を与える疲労の問題はカフェインでは解決できない。悪いことが記憶に残りやすいわけ。睡眠不足の人に特に不快なものを表す単語のリスト、特に心地よいものを表す単語のリスト、そのどちらでもないものの単語のリストを見せると、否定的な単語については十分に休んだ場合と同じだけ記憶できたのに対し、肯定的な単語と中立の単語は忘れやすい傾向があった。目覚めと眠りのコントロール。焦る頃には脳内で最も一般的な神経伝達物質の一つだ。人が目覚めているために必要不可欠なもので、覚醒系の中心的な神経伝達物質として、脳幹から脳のほとんどの場所まで信号を運ぶ。覚醒系は活動時には絶え間なく脳を刺激し続け、ドアを叩きながら、目を覚ませと叫んでいる。それに対して GABA は、抑制性の神経伝達物質で物事のスイッチを切る、あるいは少なくとも反応を読める傾向がある。GABA は覚醒系を出す警戒信号の影響を読めるので、睡眠には欠かすことはできない。覚醒系と睡眠促進系。視覚前野のニューロンが下方の脳幹に向けて信号を送ると、脳幹はアラスのニューロンと情報をやり取りして、事実上そのスイッチを切り、目を覚ませという信号が脳の残りの部分に届かないようにして睡眠を流す。視覚前野のニューロンはさらに脳幹の細胞が音やその他の外部刺激に関する情報も伝えられないようにする。そのような刺激が目を覚ます原因になる。混乱域のニューロンはノンレム睡眠の間に最も活発に働き、レム睡眠には活動が鈍って、覚醒時には最小限しか働かない。視覚前野とアラスとの間の情報のやり取りは一方通行ではない。アラスとニューロンは視覚前野に信号を送り、チャンスがあればそのニューロンを遮断することさえできる。
1日が過ぎるうちに疲れがたまり、睡眠の圧力が高めについて、また24時間周期の入力が徐々に眠る時間に移っていくについて、このスイッチのバランスはゆっくりと変化する。これらの力はどちらも覚醒と睡眠の間をあまり急速に推移しないようにうまく調整するものだ。覚醒と睡眠をすぐ切り替わるのが必ずしも交通ごとは限らない。ナルコレプシーと呼ばれるとても難しい病気があって、その最大の問題は切り替えの速さだ。患者の大半あっという間に熟睡し、急に興奮したり驚いたりした時、眠りに落ちることが多い。ナルコレプシーにかかると、車の運転中や退屈な講義を聞いている間だけでなく、大笑いしながら、友達とゲームをしながら、走り回りながら、あるいは冗談を言いながら、急に倒れて眠ってしまうこともある。この突然の眠気は特に注目を引くのは、どの睡眠段階もたたらず、一直線にレム睡眠入ってしまう点だ。劇的に変わる神経伝達物質の濃度。レム睡眠の間、脳内に放出されているアセルコリンの量が目覚めている間は2倍にもなっている。深い上波睡眠の間は、アセルコリン濃度がほぼゼロまで落ちている。高濃度のアセルコリンがレム睡眠にとって実際に不可欠ならば、その濃度の上昇を妨げるものは、レム睡眠も妨げることになる。そしてそれは実際に起きている。セロトニンはアセルコリンの活動を妨げる働きがあり、セロトニンのバランスが崩れれば、気分とやる気がボロボロになるだけでなく、睡眠のパターンも混乱してしまう。セロトニンが多すぎるとレム睡眠が妨げられる一方、少なすぎるとレム睡眠が長すぎることになる。セロトニン濃度の低下がうつと不安神経症につながる。この神経伝達物質の不足は不眠症の原因にもなる。脳内物質を操る方法。睡眠の神経科学は脳内の神経だけに任せておけば良いものではない。運動したり、ヨガなどで心を落ち着かせたり、鶏肉、魚、大豆製品など、セロトニンの成分が含まれている食品を食べたりすることによってもセロトニンの濃度を高めることができる。脳をはっきりさせようと思ってコーヒーを飲む人が多いだろう。カフェインはアデノシンの受容体を塞ぐことによって、睡眠をコントロールする神経伝達物質の正常な活動を邪魔する。アデノシンはエネルギー消費の副産物で、日常の活動によって蓄積していく。アデノシンの蓄積は疲労を感じさせるわけだが、カフェインがその受容体を塞いでしまうと、効果を発揮できなくなる。四六時中コーヒーを飲んでカフェインの効き目は感じなくなることもあるが、どれだけ慣れてしまっていても、カフェインが長ければ10時間も脳内に留まって睡眠を浅くする。毎日5杯ずつエスプレッソを飲んでいるが全く影響がないと思っている人は、1週間続けて飲まずに過ごしてみるといい。長い間の依存のせいで体が抵抗するから割れるような頭痛がし、コーヒーを飲みたくて仕方がなくなるだろう。本当に睡眠を大切にしたいなら、痛みと誘惑に耐えるのが一番だ。ではアルコールはどうだろうか。眠につくためにアルコールを利用したい人は多い。アルコールはいわば神経伝達物質の阻害信号を強め、覚醒系のアラスのスイッチや機能を助けて、レム睡眠に落ちる、られるようにする。アルコールで引き起こされた睡眠は、初めのうちは比較的良好なのだが、そのうち何度も目が覚めれない、普通より多くの夢見て、特に悪い夢見る割合が高くなることが多い。常習者ではこれに頭痛と口の渇きが加わることがある。アルコールは睡眠障害を解決するよりも強めてしまう。眠りや心の大掃除。上波睡眠が脳の大掃除に高とする有力な証拠がある。シナプスを利用してニューロン間のつながりを強化する方法には限界があることが分かっている。刺激の多い活動を休みなしで延々と続けているとぐったり疲れを感じることがあるように、シナプスの力も消耗することがある。シナプスは過剰に増強されることがある。もうそれ以上は無理だというところまで強化されてしまう。飽和状態になることもある。そうなればもう新しい情報を取り込めない。散らかった場所を掃除しシナプスを休め、溜まってきた不要な情報を捨てるために何かをしなければならない。その何かは睡眠ということになる。ラジオのチューニングのように、シナプス、ホメオスタシスモデルと呼ばれるエレゴントの理論は、上波睡眠が全般的にシナプスをダウンスケーリングすることによって、システム全体をリセットするとみなしている。このダウンスケーリングは、新しい学習のスペースを生み出すだけでなく、雑音を排除し、雑音に対して重要な情報の質を高める働きもする。対象となる記憶は、ただ単に消されてしまうだけではない。それどころが、どうやら磨きをかけられたり強化される。記憶はどう再生され固まっていくか。睡眠中に全てはリハーサルできたらどうだろう。眠の起床の時間は脳が忙しく仕事をこなさずに済む。あるいは少なくとも何か具体的なことを考えずに済む機会だ。眠っている間に他の人よりずっと自由に動き回る無遊病患者は、眠る直前にしたことを再現することが多く、
これは新たに獲得した情報をオフラインに再生して直接的な証拠になっている。このように体を使って再現するのは軽度な睡眠障害のためであり、健康な人が眠っている時にはこのような方法で記憶を再現することはない。その代わりに睡眠中の記憶のリハーサルは通常完全に神経のレベルで行われる。記憶の再生と逆再生、 FMRI を用いた研究によれば、人がビデオゲームで迷路を解いている時に活動する会話の部分がその夜の除波睡眠でも活動する。固定させたいと思う記憶につながるヒントを睡眠中に示してやれば、その記憶の再生を引き起こすことができる。睡眠中に経験した匂いと音に結びついている記憶の方が目覚めてからよく覚えているので、匂いと音をどちらも記憶の固定を促すらしい。なぜ夢を見るのか。夢は何のためにある。夢を見ながら実際に学習しているという証拠はほとんど見つかっていない。夜間にレム睡眠に費やす割合が増えると学習効率の向上は見込めるものの、増えたレム睡眠中に見た夢は言語とはあまり関係がない。夢の遅延効果、ある経験をした後その記憶が最初の夜の夢に現れるのは非常に一般的だ。昼間の出来事が夢に登場する可能性は、その後何回かの夜は少しずつ減り、出来事があった日から数えて3日目から5日目にあたる夜にはほとんど夢に取り込まれてなくなる。ところが思いがけないことに、最初に経験してから6日目と7日目の夜には記憶が夢に現れる可能性がまた増えるのだ。睡眠の段階によって夢の種類は異なるわけ。夜の間中着実に増加するストレスホルモンのコルチゾールがある。コルチゾールの濃度が高まると海馬と心皮質の間の連絡が妨げられることがあり、明け方になるとその濃度は非常に高くなるので、夜遅くの夢がバラバラになる生理学的理由になり得る。どのようにして出現するかにかかわらず、夢は記憶の断片を再生するだけでなく、創造性に富んだ全く新しい記憶と知識の混合を作り出すことも明らかだ。夢はどうやってこのような創造性に富んだ材料の並び替えを行っているのかはよくわかってないが、睡眠中の脳は制約から解放されて一連の自由連想を生み出すことができる。記憶力を高め、学習を促進する方法。試験勉強の最中には除波睡眠を増やして、新しく学習した記憶を強化したいだろう。正しい種類の睡眠を必ず取れるようにする方法あるんだろうか。異なるタイプの睡眠を上手にとる。記憶の固定に対する睡眠の役割を理解すれば、睡眠はほとんど投薬の一種と捉えることができる。その結果を得るためには、これだけの長さの除波睡眠を取りなさいと言える。レム睡眠を長くして睡眠防水波を減らしたいと指示するには、どうすればよいんだろうか。睡眠の段階は24時間の体内時計にしっかりと結びついているので、1日のうちの異なる時間にうたた寝をすれば、異なるタイプの睡眠を取ることができる。午前中のうたた寝ならレム睡眠に入れるし、午後遅い時間のうたた寝なら除波睡眠なのは普通だ。夜の間の通常は6時間から8時間ぐっすり眠ると、脳が必要とする除波睡眠はしっかりと取れたはずだ。朝から近づき4つの睡眠段階を含む90分の睡眠サイクルが4回目か5回目に始まる頃には、この深い睡眠の段階を飛ばしてまっすぐにレム睡眠に進むことが多い。夜の後半になるとレム睡眠を増え直すのためだ。眠る直前に学習する。新しく学習した記憶ほど睡眠中に再生されやすいので、昼間の直前に学習するか、少なくとも以前学習したことを復習する方が良い。眠る直前に勉強すれば記憶の固定は最適化されるが、夜になる頃には疲れていることが多く、新しく情報を高度化しにくくなっているから逆効果になることもある。快適睡眠を実現するガイド。睡眠は免疫機能と体温を調節して健康な状態を保つとともに、気分よく過ごすために、また記憶を固定し知識全般を更新し、難しい問題の全体像を把握するためにとても重要な役割を果たしている。ベッドと寝室の感じ、快適で照明明るすぎず睡眠をとるための場所になっている必要がある。眠るためだけの心地よいベッドに潜り込むことによって、脳に適切な信号を送りスイッチを切る時間だと知らせることができる。横になってテレビを見たり、ノート型パソコンを操作したり、ラジオを聞いたり、本を読んだりしているベッドでは脳に適切な信号を送れない。室温と体温、大まかに言うと摂氏16度から19度が睡眠適切な室温だ。眠りに落ちている時には必ず体温が少し下がるから、先回して温度を下げてやれば、体は知らず知らずのうちに睡眠適した全身状態になり、眠りにつきやすくなる。直感に反するが、眠りたい時に体温を下げるための戦略として、ベッドに入る少し前に体を温める方法がある。就寝時間のおよそ1時間半前からお風呂の湯に浸かるのはぐっすり眠るための屈指のテクニックだ。お風呂で温まれば
上がった後の体温の下がり幅は大きくなって効果が出る。光と体内時計、夜の間は寝室を真っ暗にすること。暗闇を不安に感じる人や夜間に起きる必要がある人はベッドで点灯できる薄暗い赤かオレンジ色の照明を利用するのが一番だ。目覚まし時計が鳴る30分ほど前から薄暗い赤かオレンジ色の照明が徐々に点灯する設定にしとけば少し楽に目覚められるだろう。目覚まし時計が鳴った後は明るさをどんどん強めておく。光に青色の要素を入れても構わない。音とノイズ、完全な無音の状態を保つのは難しいので睡眠の専門家の多くはピンクノイズやホワイトノイズなどの継続的な弱い妨害を利用して外部の音の影響を和らげることを推奨している。よく眠るためのような就寝の4時間から5時間前に眠気を誘う食品を程よい量だけ食べ、明かりを消す1時間ほど前に軽いものをつまむのがよく眠るための最高レシピと言えるだろう。眠気を誘う食品にはカモミール茶、温かい牛乳、カッテージチーズ、豆乳、プレーンヨーグルト、蜂蜜、七面鳥肉、マグロ、バナナ、ジャガイモ、オートミール、アーモンド、フラックスシード、ひまわりの種、全粒粉のパン、ピーナッツバター、低脂肪チーズ、豆腐などがある。夕食には複合糖質が豊富で少量のタンパク質が含まれている食品が理想的だ。かなりコンパクトにまとめました。かなりエビデンスが固まって、しかも科学的に証明されているものだけをまとめてみました。皆さんは勉強の方法よりも睡眠の方法を取ることは少ないかと思いますが、この本の内容を考える限り、私は睡眠の方法ありきで勉強方法を考えるべきではないかなと思っています。ぜひとも一読お願いします。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。